茨城県道19号取出筑波線新都市、中央通りとの交差点。すべての方向が茨城県道19号取出筑波線となっているサイエンス王通りは茨城県筑波市の常磐自動車道、八田部インターチェンジから筑波市西平塚の国土地理院前、学園西王通りに至る通りである。全線にわたり茨城県道19号取出筑波線の指定を受けている。 1981年、常磐自動車道や田部インターチェンジの開通に合わせ、設置された道路で、開通当時は、上横場地区まで開通。1985年には、国際科学技術博覧会の開催に合わせ、エキスポ大通りの交点である大阪交差点まで、延伸。さらに2005年には、つくばエクスプレス研究学園駅の設置に伴い、学園西大通りまで延伸した。 道路の愛称名であるサイエンス王通りは1985年の科学万博の開催に合わせエキスポ大通りとともに来場客に分かりやすいように会場周辺の道路案内のために茨城県により名付けられたものである1985年3月から9月までの科学万博開催期間中は常磐自動車道の八田部 IC から 万博会場を直接結ぶメインアクセス道路としての役割を果たし、同期間中における東第一駐車場入り口、交差点から大坂井交差点の区間に大規模な交通規制が敷かれ、深夜早朝を除いて通行禁止規制が行われていた。ありがとうございます。